それではフィット見ていきたいと思います。まずは外装から見ていきます。フロントバンパーですね、右前の方ですけれども、この辺も特に気になるような傷は見当たらないですね。まあ、下覗いたらちょっとね、擦ってるところとかはありますけれども、こんな感じで結構綺麗な状態かなと思います。ただ若干こうチリズレあるかなという感じですね。で、グリル周辺はまあちっちゃい飛び石傷とかはありますけれども、まあ、そんなにこう気になるほどの大きな傷というのはないかなという感じですかね。で、左前の方も同じく特に気になるほどの大きな傷は見当たらない感じです。こんな感じですね。で、リップ部分も綺麗ですね。で、ヘッドライトはクリアな感じかなと、そしてボンネットへこんでるところはなさそうですね。で、まあ、ちっちゃいこう飛び石傷がちょこちょこっとあるぐらいかなっていう感じで、まあ、大きく目立つような傷というのは見当たらない感じです。こんな感じですね。続いて左のフロントフェンダーですね。特に気になるような傷というのは、見当たらなそうですね。で、ホイールがレイズのホイールが入ってます。タイヤサイズは20550の、16という感じで、タイヤの溝もまだ結構残ってますね。で、ドアミラーはちょっとここ擦っててタッチアップしているところがあります。そして助手席のドア綺麗ですね。特に気になるような傷は見当たらない感じで、サイドステップ周りもまあちっちゃい飛び石傷とかはありますけども、大きくなんか傷ついているようなところは見受けられないんですね。で、左リアの、ドアです。こちら側も綺麗ですね。こんな感じですね。で、リアフェンダー綺麗な感じですね。で、ルーフのサイドも色あせなどはなく、こんな感じで綺麗な状態になっております。で、側面のへこみですけれども、あ、ここにちょっと2箇所へこんでいるところがありますね。そこ以外は後ろのドアのへこみは特にないですね。で、リアフェンダーのへこみも特に、見当たらなそうです。そして左リアのホイールですね。こちらもサイズはフロントと一緒で、そして綺麗ですね。ホイール自体もタイヤもまだまだ残ってるなという感じです。で、リアバンパーです。ちょっとこの辺飛び石傷がいくつか、ついてます。これもちょっと薄い傷ですかね。こんな感じですね。うん、まあ特に大きく目立つような傷は見当たらないですね。で、ハッチですけれども、こちらも特に気になるような傷は見当たらないです。で、リアスポイラーも色あせなく綺麗な、状態ですね。で、ルーフの方も特にへこんでいるようなところは見当たらないですね。はい、続いて右側面見ていきます。リアフェンダーから、ルーフのサイド、こんな感じで綺麗な状態ですね。で、右リアのホイール、こちらも綺麗ですね。こんな感じになっております。そして右の、リアドア
綺麗ですね。でサイドステップなんかも綺麗な感じです。前の方も、まあ、この辺りはちょっとね乗り降りするときに、多少ついた線傷、あとは飛び石傷がある感じですね。あとここですね、ちょっと傷があってタッチアップしてる感じですね。で運転席のドア、こちらは綺麗な感じですね。で右フロントの、フェンダーです。綺麗ですね。でドアミラー、こちらも綺麗な感じです。で右フロントのホイールも大きながり傷などなく綺麗ですね。で右側面の、へこみなどは特に見当たらなそうですかね。特に見当たらなそうですね。でルーフもこんな感じで全体的に、気になるようなこう傷もなく綺麗な状態ですね。はい、では続いて内装を見ていきます。まずは運転席のドアトリム、この辺りも綺麗ですね。こんな感じです。でスカフプレート周りも綺麗な状態で、フロアマットなんかも綺麗ですね。でシートが、ハーフレザータイプの、シートで、なんか結構ねふかふかしてそうな感じですね。助手席側もこんな感じで綺麗ですね。でステアリングは特に擦れてるところなどは、見当たらないです。そしてダッシュボード上も、まあ、目立つようなこう乗り跡みたいのはないですね。よいしょよいしょ、こんな感じになっております。でエクリプスのナビが装着されて、ドリンクホルダー周りも綺麗ですね。シフトノブ、ブーツ周りも綺麗な感じで、こんな感じの内装になってますね。で ETC はあのビルトインタイプなのでここについてます。はい、ちょっとエンジンをかけてみたいと思います。エンジンかかりもね、いいですね。まあ、吹き上がりもこんな感じで特段問題ないかなという感じです。で、よいしょ、バックカメラがこんな感じで切り替わります。で、オーディオの方のメニューはここら辺か、 Bluetooth、USB、テレビ、あと DVD、SD カードなどなど、設定できている、あ、設定じゃないですね、再生できるような、感じですね。はい、続いてリアシート見てみたいと思います。まずはドアトリム、ちょっとここトリム割れてるところがありますね。こんな感じになっております。で、リアのシートの方もそんなに気になるような傷はないかな、若干のこのシミがあるかなっていう感じですかね。こんな感じです。で、トランク、ここら辺ちょっとね傷がついてますね。あとは、ここが少しだけ剥げてるところがあるかなというくらいで、まあ、全体的には結構綺麗な、トランクですね。こんな感じになっております。
ディアの、ドアですけども、ここがちょっと汚れがあるのかな。まあでも綺麗ですね、後ろのシートも。でまあそこそこちゃんとねスペースもある感じです。そして助手席側、助手席のドア取りも綺麗ですね。でスカーフプレートも綺麗な感じになっています。フロアマットもね綺麗ですね。まあ内装も全体的にそこまでなんかこう気になるようなところっていうのはそんないないかなという感じですね。天張りもこんな感じですね。はい、では続いてエンジンルーム見ていきたいと思います。はい、ではエンジンルーム見ていきます。まあ、エンジンルーム内も結構綺麗ですね。こんな感じで、でキットなので非常にコンパクトなエンジンルームです。こんな感じになっております。で、まあ、特に変な音もしてないですし、こんな感じで普段なんか、異常を抱えているような感じは見受けられないですね。はい、では続いて試乗してみたいと思います。はい、それでは試乗してみます。フィット RS ですね、GE8 型の後期モデルになります。この車はですね、前のオーナーさんから、直接買い取りをさせていただいた1台になります。で、グレードが RS ですね。走行距離が、まあ、大体6万キロぐらいという感じで、で、まあ、適度にねカスタムされているような感じで、かっこいいですよね。レイズのホイールに転移車庫帳、富士壺マフラーといった感じで、クラッチなんかもね非常につながり良くて軽やかにつながって、でホイールがレイズのホイールに変わってるので、やっぱりこうなんかこう軽くなってる感じがありますね。出だしから非常にこう加速がスムーズでとても乗りやすいです。で、転移車庫帳、乗り心地はね、非常にいいですね。全然硬くないですね。とても快適な感じ。あと、このシートが、とてもふかふかなシートで、すごく座り心地がいいですね。で、富士壺のマフラーは、音はね全然うるさくないですね。もうマフラー変わってるのかなっていうくらい静かです。ミッションもねすこすこ入りますね。でナビついて、バックカメラついて、という感じで、まあ、この辺もね装備品揃ってるっていうのはいいですよね。うん、何の違和感もないですね。まあマニュアル車をこう最初にまずこうなんていうんですかね、免許を取って乗るという意味では、このフィットなんかは非常におすすめですよね。クラッチも扱いやすいですし、まあ、何よりも価格がお手頃なので買いやすいというところもあります。そしてね使い勝手っていうところで言ったら、もうドアがね、4枚あってハッチバックでっていう感じで、使い勝手もいいですし燃費もいいですし、それでいてマニュアル、運転楽しめるという意味ではね、フィットの RS 非常にいい車じゃないかなと思います。でこの車に関してはね適度にパーツも入っているので、まあ、そういうところでもね非常にグッとくる1台なんじゃないかなというふうに思います。はい、
以上フィットの市場インプレッションでした。